神奈川県横浜市山下町のナイトクラブ、ブルースカイを貸し切りにして、美空ひばりの実弟、小野徹後の加藤益男講演会発会式が行われた。美空ひばり、美空ひばりの弟の竹彦と三代目山口組、田岡和夫組長らが小野徹講演会発足式に参加した。もちろんボディーガードも数人いた。加藤益男は、後に、山口組横浜益田組益男連合の会長になった。話は戻るが、事件が起こったのは、同日、小野徹講演会発足式の後、三代目山口組組長、田岡和夫、美空ひばりらはブルースカイで酒を飲んでいた。貸し切りなのにもかかわらず、その夜に稲川会の組員の佐藤がブルースカイに、三代目山口組組長の田岡と美空ひばりが来ていることを聞きつけて美空ひばりを見つけて、佐藤はブルースカイの支配人を呼んで美空ひばりに一曲歌ってくれと頼んだ。断られることを承知で難癖をつけたのだが、田岡組長のボディーガードは佐藤に、自分たちが日本最大にして最強の三代目山口組組長の田岡和夫だと伝えた上で、美空ひばりの歌唱を断ったが、佐藤は引くに引けなかったために田岡三代目のボディーガードと口論となった。ボディーガードは、佐藤を駐車場に連行し、拳銃を突きつけた。田岡三代目とボディーガードは、佐藤が稲川会の組員だとわかると、手を引いた。稲川各自の親分、鶴岡政次郎と田岡和夫は兄弟分だったからである。田岡組長らは相手がわからなかったから、拳銃を突きつけただけで、兄弟分の傘下の人間だと知ったため。田岡組長は手を引いたが、稲川会の、佐藤は黙って引くに引けなかった、自分らの縄張りで店を貸し切りにして。よそ者にでかい顔されるのが我慢ならなかった。当時の稲川会は横浜四天王の林一家が絶大な力を持っていたからだ。関西ヤクザが横浜に出てきて我が物化をするのが我慢ならなかったのだ。その後、佐藤は覚醒会事務所に戻り、覚醒会。横浜四天王の林一家総長の林喜一郎に、ブルースカイに三代目山口組組長田岡和夫に拳銃を突きつけられたことを伝えた。林喜一郎は、すぐさま覚醒会参加組織に電話して、横浜駅から戸塚駅までの各駅に組員たちを配置させて、田岡が来るのを待った。拳銃を突きつけられて黙って返すわけにはいかなかったからだ。しかし、同日、田岡は、笹田一家の笹田正一総長から連絡を受け、笹田一家は千葉県に本部を置いた暴力団で総愛会の二次団体であった。横浜駅から戸塚駅までの各駅に覚醒会会員が待機していることを知った。田岡たちはタクシーで神奈川県鎌倉市まで行き、東海道線を使って神戸に戻ったが、全線全焼の三代目山口組若頭の地道はすぐさま。山口組組員150人を鈍行列車で横浜市に送った。神奈川県警は、地道若頭が山口組組員150人を横浜市に送ったことを知り、横浜に血の雨が降るのを恐れたために非常警戒態勢をとって、東海道線の車内や通路で職務質問や検問を行ったのである。美空ひばりは神戸芸能者であり、美空ひばりは横浜市磯子の出身であるから。三代目山口組田岡組長は、どうしても、横浜にくさびを打ち込みたかったのだ。横浜益田組や益田組の若頭だった、浜尾組が横浜に支部を置くようになったのだ。今では、稲川会は行動会参加ではないかと見ている人もいるのではないか。神奈川県は稲川会だが、行動会と山川一家は兄弟分であるためトラブルは厳禁である。しかしながら、住吉会公平一家は相手が山県以外ならば、ガンガン乗り込んできていたのだ。なぜなら山県組権流会三代目会長の山本和弘と公平一家、加藤総長は兄弟分であったと言われているからだ。山口組三代目田岡組長と稲川各自の親分である鶴岡とは兄弟分であるため、稲川は田岡組長のことをおじきと言わなければならないのだ。それを佐藤が田岡組長のガード役に拳銃を突きつけられたことで、
稲川会の人間だと名乗ったから、田岡組長は、知らなかったとはいえ、悪かったと、言い残しているのにもかかわらず、佐藤は、報復するために行動した。結局は稲川角次が田岡組長に詫びを入れたのだが、林一家は横浜の支配者であることを証明した形となった出来事であった。現在でも、横浜は林一家が一番子分が多くいる組織である。薬物関係者が多数いるようだが、稲川会は林一家を処分はできないであろう。なぜなら、横浜は林一家が一番勢力があるのは間違いないからである。武闘派はやはり山川一家になってしまうが、山川一家は川崎であり、横浜といえば、林一家である。